今回は2つね、はい、餅が柔らくなったらもう持って大丈夫、とろっといってますよね。ということですね、この番組を長くやらせてもらってますけども、これ今年最後のやつ、今年最後です。ということですね、私31日は休ませていただきますんで、今年最後の動画になります。お正月に食べたいって言ったら皆さん何ですか？うん、そうだね、お雑煮だね。ということでお雑煮です。お雑煮っていうのはね、いろいろあるんですよ。イクラが入ってるやつとか味噌で作ったりとか、いろいろあるじゃないですか。僕ん家のお雑煮を作ろうと思ったんですけども、僕ん家のお雑煮があまりにも寂しいお雑煮だったので、一応ですね、今回は一品だけでもめちゃめちゃ美味しくいただけるっていうお雑煮を作りたいと思います。ただ一応僕の家のお雑煮も紹介したいんで、ここで止めとけば僕ん家のお雑煮だよっていうのもやっていきますんで、今回はですね、東京風かな、これね、名古屋っぽいとも言われたんだけど、本当に美味しいお雑煮やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料説明いきたいと思います。まずね、僕ん家の、お雑煮の紹介だけさせてください。餅ね、いくつあってもいいです。はい、今回2つ使いますけども、いくつ煮てもいいです。はい、この分量で4つくらいは煮れると思います。はい、小松菜、はい、小松菜だけです、うちのお雑煮は。一説によると名古屋のお雑煮って言われたんですけども、僕の家族名古屋の人誰もいないんですけども、餅と小松菜だけ、これだけだとやっぱり、いや龍神家のお雑煮ってそんなもんなんだみたいな。まあただ、うちは昔からおせちみたいなのもお家で売ってたりしたので、こういう質素なお雑煮だったのかなと思うんですけども、今回は一つでも美味しい、たっぷりいただけるものにしたいんで、今回は追加で人参、かまぼこ、はい、あと鶏肉、はい、これを入れていきたいと思います。入れたいものを入れていただいて、大根とかも美味しいし、何でも美味しいです。はい、まあ、今回は、まあ、ちょっとゴージャスバージョンということで、はい、実家から怒られそうですけども、ゴージャスバージョンをやっていきたいと思います。それでは新年を締めくくる動画ですので、飲むしかないでしょ、今年の飲み納めお願いします。やれんのかー、ジャックかな、星の瀬ハイボールでございます。ハイボールで始まり、ハイボールで終わるのがこのチャンネルでございますね。皆さん良いお年を。まずですね、これね、調味料を言い忘れてたけど、かつお節ね、今回ね、かつお節で、だし取っていきます。4g です、これ。これね、40秒から50秒ね、レンチンして、粉にしていきます。はい。もうこれいつもやってることですね。生き盛りシステムでございます。はい。人参なんですけど、僕の切り方なんですけども、こうやって、斜めに薄切りにしていきます。この方がね、鮮やかに、そして、火がね、通りやすいです。はい、こんな感じですかね。お雑煮は赤が入るとすごくいいので。でもね、これね、最低限必要なのは小松菜とお餅、つゆだけなので、もし入れたくないなと思ったら、人参とか鶏肉とかは入れないでいいです。はい、人参は皮むきません。煮ると皮も美味しくいただけますんで。なんかね、地域によっては餅菜とかでっていうのを売ってるところもあるらしいですね、これね。まあ大体、まあ、3、4センチに切り分ける感じで、大丈夫だと思います。はい。こんな感じね。ナッパさんですね、これね。よけろナッパ！かまぼこですね。かまぼこはね、入れた方がいいと思います。お正月感出ますから、これ。切っていくんですね、これね。はい、おもむろに切ったこのかまぼこを酒のあてにしていくと、こんな感じで、4枚切ろうかな、ね、やっぱね、この紅白のね、色が出るとやっぱお正月感が出ますんで、まあこんな感じで。薄い切りにしたいですね。お雑煮ですから、あんまり大きいとね。お餅が主役ですからね。ただ、鶏肉入れると、やっぱ鶏って、すごくいい出汁が出るんで、高級感がね、増します。伊達巻きとか、栗きんとんとか、黒豆とかが、軒並み食べ
食べられないことはないんですけども、あんまり好きじゃなくて、そういう時は僕は雑煮ばっかり食ってたんですね。なんでお雑煮はすごい好きなんですよ。おせちっていうのはね、火事から解放されるために、年越しのために甘くね煮詰めて保存の効くものばっかり作ってるんですね、おせちってね。なんで火事から解放されるっていう意味合いなので、もうね、正月はもう雑煮でいいかなっていうね、そんな感じで俺いいと思うな。おせちは買ってもいいと思う。俺はこれね、ほら、わかります？こうパリパリって、これね、水分がね全部飛んでいい香りがしてくるんですよ。でこれをわしゃわしゃって粉にすると、この出汁の出が良くなるんですよね。やっぱ粉砕されるからですね、これね。ディーンの池森さんに教わったやり方ですね、これね。もしね、なかったら白出汁とか本出汁とか使っていただいてもいいんですけども、一回ね、これのつゆで、お雑煮作ってみてください。レベルが次元が違います。 500cc のお水、はい、もうね、この出汁粉のに入れちゃう。火にかけます。そしたら味の素、カツオで出汁取れるんですけども、基本的に出汁って合わせ出汁の方が旨味が強いんですよ。昆布やってもいいんですけども、昆布って高いし結構時間がかかるんで、今回は味の素1,2,3,4振りですね。これを入れることによって、昆布出汁と同じグルタミン酸がここに入りますんで、カツオのイノシン酸との相乗効果でものすごくいい出汁が取れます。お塩なんですけども、マナブがね3分の2ですね。お醤油でございます。はい、お醤油が大さじ1杯ね。醤油味がついてたら美味しい。みりんです。みりん大さじ1杯。はい、これです。これこのつゆ、最高のつゆになります。沸いてくると出汁が取れるんですけども、このカツオの粉をねどうするかで、結構分かる。もし気になる方はこしてください。沸かすことによってですね、みりんのアルコールも消え失せますし、きました、ボコ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 なってきましたね、これね。火弱めていいですよ。これね重要、料理失敗する方って味見しないんですよ。はい、味見しましょう。一回、最高のつゆ。一回火止めます。気になる方はザルにねキッチンペーパー引いてこすっていうやり方でもいいんですけども、火止めるとね、この鰹節そこに沈んでいくんですよ。これね、鍋ねこういう風に静かに注いでいくの。わかります？ここにカツオの粉が全部ここに溜まるんですよ。全部このカツオ節がこの中に入ってると結構気になる方もいらっしゃると思うんで、移しました。でこいつは一体してカツオ節のふりかけにしてもいいし、お茶漬けとかに乗せても美味しいですよ、この出汁柄。いいお出汁が取れました。このまま小松菜を入れてお餅を煮たのが我が家の雑煮です。はい、でも今回はちょっとお肉とかも入りますんで、じゃあ鶏肉入れます。鶏肉で人参入れますね。最後は小松菜ですね。はい、小松菜はこのナッパは入れてほしい。お野菜と鶏肉に火が通るまでねやっていきます。鶏肉はでも本当にただただ茹でただけ。気になる方は鶏の皮も抜いてもらって結構です。はい、この出汁のいい香りを嗅ぎながら、最後の作業。いやー、すぐね煮立ってくるんですよ。餅はね焼いても焼かなくてもいいんですけども、僕の場合ですよ。僕の場合は焼くと焼きの香りがこのスープについちゃうんで好きじゃないです。はい、だから今回は2つね。はい、餅が柔らくなったらもう持って大丈夫で、一応これ煮えるまでやっていきますけど、お餅ってすぐ煮えますんで、とろっとなったらもういいですからね、これね。このスープが最高にうまいの。お小松菜は入れてほしい。こんな感じとろっといってますよね。はい、はい、こんな感じでね。2個食べたい人だったら2個入れていいんですからね、これね。はい、僕はちょっと綺麗にやってますけど、かまぼこちゃんかわいいですね。本当に美味しい。お雑煮完成でございます。それではいただきましたので、いただきたいと思います。いただきます。正月といったら日本酒だ。酒が飲める飲めるぞ、酒が飲めるぞ。正月のお雑煮いただきたいと思います。どうにか雑煮お餅からいっちゃいましょうか。うん、うまっ。鶏肉からもいい出汁出てる。小松菜、やっぱ小松菜よね。わかる。
出汁がめちゃくちゃ上品。実家のよりうまい。すいません、お母さんごめん。うまい。鶏肉もいいね。いただきます。あー、いい年だったなってなりました。いやいや、まあ年越そうぜ。あーもう、俺は実家新潟だからもっとなんか具がいっぱいあるイメージだ。これより、これより。こわっ。里芋とか。里芋かなり頑張ったんだよ。いただきます。あっ、全部全てだから、これうますぎる。うまいじゃん。うまっ。龍二にしては上品すぎるくらいな感じするけど、ちょっとパンチ強いのが欲しければ味の素もう2振りぐらいです。その節と味の素で作るとガチの出汁になるのよ。マジで料亭だ。つゆがうまいから、うん、ちなみに何入れてもうまいから。感動だわ、年明け一発目。簡単だけど、昆布とかあると結構煮出さなきゃいけないとか漬けとかなきゃいけないとかあるけど、昆布はね基本的にグルタミン酸の役割なんで、それを味の素になってるっていう感じですね。逆に昆布の香りしないから、カツオがめちゃめちゃ立つから高級感出るんだよね。今年のバズレシピの動画最後なんでね、31日と三が日はもう休みます。5月特番見てください。私たちもちょっと休みます。ぜひやってみてください。